し、来たぞ、ビーブル。おーい、ビーブルですごい引いてくれるバスが釣れました。連発もう帰ろうとしたら入れ食いになってきましたよ。よいしょよいしょ。はい、ビーブル、またまたね、引いてくれるバスが釣れました。風ビュービューだから、風が吹いたらスピナーベイトパターンなんでしょうか。はい、じゃあ逃がします。入れ食い、ありがとう。1日トップやって全然釣れないで、そんで今スピナベでなおかつちょっとカウントダウン入れながら巻いてるとね、ようやく当たりがいっぱい出るようになってきたんで、まあね、もう終わり間際だけどバスはしたかったんだね。まあでも何回かね、トップウォーターにもヒットしてくれたし、ビーブル3匹目、おゆうまずめの3匹目、いやー、よう釣れるスピナベ、いやー釣れる。はい、ビーブル3匹目、いやーパターンですね。風が吹いたらスピナーベと、いいマスマリ。はい、というわけでこちらボトムアップのビーブルね、あれが今17時にね、ボート終了なので16時30分ぐらいに1匹目が釣れて、でまあボート屋さん見えるぐらいの距離なんで5分ぐらいで帰れる場所なんですけども、あれこれパターンじゃないかなと思って集中して投げてみたらね、ほんと短い時間でパンパンパンってね、3匹ぐらい釣れてね、まあ当たりはね、ほんとね、毎度何かあれ今魚だったかなみたいなね感じのが、いいところを通すとここグーとかなんか怪しげなね、魚が反応してるみたいなね感じの反応があったんですね。で今回はですね、そうですね、これをどんな感じで巻いていたのかなんていうのをね、ちょっとね忘れないうちにまとめておこうと思うんですけども、こう投げて、でちょっとねずっと一日中トップウォーターの釣りやってたんで、ただ出る時に比べたら全然トップウォーターのバイトが少なかったんですね。で一緒にね釣りしてたね周りの人とかに聞くと、ちょっと沈めてクランクベイトとかだったら非常に当たり多いですよとか、クランクよく釣れるよなんていうね、そんなお話を聞いたんで、ちょっと下に沈めた方がいいのかななんて思ってですね、投げてこのブレードの振動を感じながらちょっとね、ちょっとだけテンションかけて、でマックスピードゆっくりめにして沈めながら沈めながら、
巻いてくるんじゃなくて、こう沈めながら沈めながらブレードも回しながらっていう、なんていうんですかね、カーブフォール、テンションフォールみたいな感じでこうなんとなく入れ込んでいって、ここら辺のレンジかなっていうところで巻き出して、こう浮上させ出すっていうかですね、そんな感じを心がけて巻き出したらですね、非常にヒットが多くなってきたんですね。なんでちょっとね、まだ秋のね巻き物シーズンこれからなんで、ちょっと久しぶりにスピナーベイトの釣りも今年はちゃんと練習しようかななんていう風に思って、でまあね、その中ではこの例えばビーブルとかね、こういったところね、もうちょっと使い込んでみたいな。スピナベサイトっていうのはね、まだ自分全然分かっていないんですけども、近年ね本当よく釣れるテクニックだなんて人気も高まっておりますので、ミエバスがいたらね、もちろんあのそういったスピナベサイトなんかにもチャレンジしつつ、ただオーソドックスに巻いて見えないところで沈めて釣るっていうのもね、昔はよくボトムの方をスローローリングで巻いたりとか、もうちょっとでかいブレードのとかね、ほんとねスピナベっていっぱい持っていて、いろいろね、好きで使っていたんですけども、チャターベイトの釣りをこう覚え出してから、あのブレードジグのね釣り、あれをやりだしてからあっちばっかになっちゃって、最近このキラキラした部品がついてるスピナベを巻くっていうね釣りがちょっとねおろそかになっていたというか、あんまり投げなくなっちゃっていたなーなんていうのがあって、もちろんねあのチャターベイトとかああいった釣りも、どんどんやっていくんですけども、ただもって風が吹いた時とか、もうちょっと目立たせたい時なんていうのは、今回はほんとね投げていて、この振動なんかとかアピールしてる感じとか非常にね心地よかったので、またね再度ねちょっとスピナベの釣りも冬前までにね、体に染み付けたいななんていう風に思ってね、その中でこのビーブルね、これは買ってみてね、なんかいっぱい釣れてくれたんで一気にお気に入りのルアーになっちゃいました。またね周りの超釣り馬の人とかもビーブルやばいっすっていうね話よく聞くんで、ちょっとねまだ何匹かしか釣ってないんで語れるほどではないんですけども、あこんな感じの使い方があるよとかね、動画でどんどんご紹介できるように引き続き投げ込んでいこうかななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り子 TV はボトムアップのビーブル、ボート釣りでちょっと終盤戦にね大活躍してくれたよっていうことでまとめてみました。はい、釣り子 TV でした。